これか、これか。なんか昔ちょっと話題になってた、ちょうど去年の春頃に話題になってたよな、バンドリのパチンコか、うん、なんか出てたよね。うわーなんかすごっ、ちょっと待って、なになになに、あ、バンドリって言ってもあれ、今なんかあれだったね、ガルパのキャラいたね。あ、なに、バンドリって言ってもガールズバンドパーティー、それそれ、あ、ガルパがパチンコなの。黙れ小僧。そうなんですね。キラキラドキドキの未来へ。お、すごい絆ミュージックじゃん。うわ眩しい眩しい、目がチカチカする。あ、すごー、何これ、何これ、眩しい、わら、目がチカチカしたな今。星音演出より眩しかった今。実際打つ人はキラキラドキドキしてないもんな、パチンコ打つやつはな。打つ人多分ギラギラドロドロしてるけどね、おそらく。全国の色、1年ぐらい前にちょうど本当にこの2023年の、あ、そうなんだ、2023年の春ぐらいになんか誰かが言ってたよね、なんかバンドリがパチンコになるらしいですよみたいな。あ、そうなんだみたいな。ちょっとまあ実際正式発表じゃなかったから、まあもしかしたらそういうのがあるのかもねみたいな話はなってたから。あ、え、ないの迷子。どうする、でも迷子あたりはしばらくしてからになるのかな。パチンコ打ってさ5万とか飲まれたら多分言いそうだよな、負けた時何がバンドリームだよって、夢もへったくれもねえじゃねえかって負けたやつ言いそう。マシさんやってみてくださいよ、笑み笑い。いやでもやっぱりほら、俺はさ、ギャンブルはしちゃダメだっていうおじい様の家訓を守らないといけないから。そう、俺はだからギャンブルはガチャだけって決めてるからな、ゲームの。パチンコはあのパチンコとスロットを学生時代、大学生に5回ぐらい行ってんだけど、5回とも負けちゃってもう面白くないからやめたんだよな。近くにパチンコないでしょうしね。だから多分俺は、おそらく多分ガルパのパチが出たとしても、まあガルパのパチが出ても多分俺やらないと思うわ。これってさ、でもさ思うんだけどさ、みんなはどう思ってんの？パチンコかって。学生がパチンカスになっちゃう。パチンコになるのって、パチンコになるのって結構有名なコンテンツが多いじゃん。実際有名な S さんで微妙な気持ちって評価してる人いる。だってある程度こう知名度があるコンテンツじゃないとお客さんってうちに来ないだろうし。パチから入る人もおるからなんとも。それこそだってリゼロ窓マギもあるでしょ。花の刑事北斗の剣とかもあるし。むしろ今までバンドリ知らないおじたちが打つかもしれないから、知名度は間違いなく広がると思うけどな。バンドリって今まであれだったからね、俺いろんな人たちに、特におじとかに、おじさんたちに、え、何やってんのって言ったら、僕まあゲーム実況とかやってますよって言ったら、え、何実況して、何動画出してんのって言われたら、あのバンドリってわかりますって言われたら、言ったらバンドリーみたいな感じだったけど、もしかしたらこれから僕ゲーム実況とかちょっとはいやってますって言ったら、何やってんのって言ったら、あのバンドリってします、あ、あれ、あのなんかパチンコの、あ、そうですそうです、あれって実はあのスマホのゲーム出てるんですよ、あれをやってるんですって言って、こうもしかしたらこうバンドリって言って、あの認識してもらう、認識というかバンドリって言ってこう分かってもらえるかもしれない。ただなんかあれって結局なんかコンテンツじゃないんだって。あ、もうもちろんコンテンツも大事なんだけど、ではなんかパチンコってね、あれらしいよ、もちろんその大となるコンテンツ欲もすごい大事らしいんだけど、ただスペックとかなんか演出のバランスとかが良くないと全然打たれないらしいよ、全然失敗するらしい。でも本当にあのパチンコって宣伝効果すごいからね。だってあのアニメとか原作全然見てないけど、ああ、それ知ってるって人多いもんね、やっぱり。いや結構やっぱパチンコの宣伝効果ってでかいらしいよ。バズリスク、ああそうか、パチンコ出して未成年プレイヤー置いてかれるって見たけど、まだ18歳未満のプレイヤー多いのかな、わかんないんだよな。でもガルパってサービスリリースして7年だからね、
サービス開始当時中学校1年生ぐらいの子がもう20歳とかになっちゃうんでしょ。マーシーのチャンネルだけで見てると一応登録者数の 70% ぐらいがもうだいたい18歳以上、まあ、まだガルパをやってる人だとやっぱり高校生はある程度いるかもしれないけど、やっぱりもう昔ガルパやってたけど今やめた人だと、学生の頃やってたけど、それでこそサービス開始当初中、今はやってない人とかはもう多分絶対20歳超えてる人も多いだろうから、ちょうどなんか懐かしいとか言って打つんじゃない。パチンコデビューがバンドリになるのかな、わら、うん、なんかね、うわこれあれじゃんバンドリじゃんみたいな、うわ懐かしいって言って昔やってたなーみたいな感じの人たちが打つんじゃない。俺多分だけど、もちろんターゲット的にガルパを遊んでる人がターゲットもある程度あるとは思うけど、多分だけどメインターゲットはガルパを今遊んでるユーザーがメインターゲットじゃないと思うんだよね。多分もうやめた人とか、それこそ全く知らないおじさんたちがターゲット、メインターゲットにして、そこからこうバンドリー知ってもらうのが狙いじゃないかなと俺は思ってるんだけどね。見たらわかるよ、一回行ってごらんパチンコ、打たなくてもいいからパチンコ屋さん入れる人は、18歳以上の人パチンコ屋さん入れるのはちょっと一旦入ってごらん。もう大体おじさんだからパチンコ打ってるの。パチンコってね、やっぱギャンブルってイメージが強いから、そもそもギャンブルがあんまりいいイメージないからね。まあそれがバンドリっていうコンテンツが好きな人とかだったら、それ自分のね好きな楽曲、今キズナミュージック流れてたけど、キズナミュージックとか、まあそれこそ演出とかであれでしょ、ロゼリアに全てをかける覚悟があるとか多分ユキナが言うんだろう、熱い演出でね、ハロハピでつるまい心がハッピーラッキースマイルイエとか言うかもしれない、そうなったら熱いですよみたいな演出があって、そういうなんか熱い演出、その掛け事とかギャンブルのそのなんか演出に、その自分の好きなセリフ使われてほしくないみたいな言う人もいるだろうし、うん、まあでもそれはそれ、これはこれよやっぱり、うん、もうパチンコはパチンコ、ゲームはゲーム、まあでもソシャゲってもともとギャンブルだし、そうガチャだってそもそもこれだってもうあれだろう、これだってギャンブルみたいなもんだぞ、まだこっちの方が確率が高いだけであってほぼギャンブルみたいなもんだからな。みんなが言ってることパチンコと同じじゃないか、笑い笑い、ガチャはもう全年齢対象のギャンブルよ、なんかこう窓口が広がったと思えば悪いことじゃないと思うけどな、あんまり俺は、まあ、まあもちろんなんかねそういう気持ちもわからんでもないけど、ただバンドリの窓口が広がったのは俺いいことだと思うけどな、広めていってもいいと思う、やっぱおじたちがさ何も知らないその4、50代のさおじさんがお、バンドリってあれやろとか言うのって結構俺は面白いと思うけどね、あ、そうですって言って、若いやつらだけじゃなくてな、おじさんたちにも知られるのは、うん、いいと思うけどな。まあパチンコマネーで延命してもろて、あ、そう、あのなんかパチンコのライセンス料って結構すごいらしいね、あれなんかうまくいったらもう本当に数十億とかの単位で儲かるらしい、あのライセンス料っていうのは。だからもうその金でアニメとゲームの 3D ライブ作ってください、その金で、ま、そしたらもう俺は何も文句は言いません、そのライセンス料で新しいアニメとあとゲームの 3D ライブを作ってください、お願いします、キラフェス作ってください。しかもバンドリもガルパも同じ上だから、お願いします。お金回しやすい。